会を行っていた状況と今年久しぶりに鵜飼をやる状況は全然違っていて、お客さんの乗船人数とか聞いてても少し悲しくなるというか寂しくなるような始まりにはなるんですけれども、私たち先輩鵜匠も私も一生懸命鵜飼盛り上げていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。